どうしちゃったんでしょうかね。マグに何が起きてるんでしょうか。今まで引かなかったツケは必ずやっぱり報われる時が来るんですよ。無料であんだけ来なかったのはそういうことですね。はい、というわけでじゃあね、俺なんだ、何の話してたんだっけまた来たいやもうね、マグに喋らせないんだ今回のサカツクは。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回はペレのための100連引いていきたいと思います。左上をご覧ください。 37,000GB まで行きました。というわけで行きたいと思います。いや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 、マグはね、危ないねこれね、ちょっとね、こっちですよ、マグが引くのはペレの方です。はい、というわけで今回はね、こちらペレをね引きたいんですが、100連で好きな選手と交換することができるので、もうこの時点で、ペレの獲得は決定ということになっております。でその他、こちらこれだけ選手がいらっしゃるんですが、まあ、マグが引きたいのはこちらゴールキーパーのアリソン、まあ、これはちょっと出てきてほしいですね。ジョーカー持ちのゴールキーパーさんっていうこともあるんですが、普通にね数字能力もめちゃめちゃ高いんでね、まあ現有戦力でいうともうレギュラーゴールキーパーになりかねないんで欲しいです。そしてもう一人はチアゴシウバ、まあ他の過去のやつに比べるとちょっと弱いかもしれないけど、まあダブルで持っているっていうことが一番大きいですかね。そして、旧チアゴシウバを2体所持していますので1体確保で十分でございます。そしてもう一人はこのマルキーニョスですね。マルキーニョスもね2体持ちだったんで、これも1体確保で十分でございます。あとはアイテムで何とかしますので1体でいいから出てきてくださいということです。その他ダニアウベス、アレックス・サンドロとかはね持ってそうだったんだけど持ってなかったですね。あ、ダニアウベスは来てないか。まあここら辺はまあでもダニアウベス S なんだよな。いやでもこっから5突持っていくほど頑張れるかどうかはちょっと自信がないんですが、まあダニアウベスも欲しいっちゃ欲しい。そしてアレックス・サンドロはねこれバンディエラがついているので、こちらもね1体確保で十分です。これも5突するつもりは全くないんですが、バンディエラだったら控えに置いとくだけでも発動するので、これもやっぱり1体確保したい。結局全員欲しいことになってしまう。そう考えるとちょっとルーカス・パケタが一番の外れ枠ということでねルーカス・パスタになっちゃった。もう本当にね、ルーカス・パケタはね正直今回の外れ枠でございます。そしてロナウジーニョ、ネイマールに関しては旧ネイマール旧ロナウジーニョ、持ち合わせているので別にいらないっちゃいらないんですが、このコンボって書いてあるのがあるので、ペレ、ロナウジーニョどちらかはちょっと1体引いといてくれると100連でどっちかに振り分けることができるので、やっぱり普通に引いてほしいかなとは思います。そしてネイマール、前回のネイマールはもう持ってるっちゃ持ってるんですが、でこの左サイドの暴風レーン持ちになるのでね、なので、ロナウジーニョ、ネイマール、ペレもやっぱり1体欲しいね。もう結局全部欲しいねルーカス・パケタ以外全部欲しいって、かなり今回厳しいガチャになっております。まあ誰かしら引かないってことはあるでしょうね。はい、じゃあ行きたいと思います。まずは30連まで一気にプレイしていきたいと思います。いいんですよ、いきなり出てきていただいて、いきなりペレでもいいんです、よろしく。さあマグは一体どういう引きを見せるんでしょうかね。わかりませんけれども、ちょっとここ最近のあの無料スカウトの方のね調子が非常に悪いんでね、このために調子が悪かったんじゃないかと勝手にそう思っております。さあ行きましょう行きましょう。じゃあ、今回100連、やるにあたって何かしらのね、サッカーネタをねおしゃべりしながらやっていきたい、ね、そういう感じでございますけど、あ、これ最初は 10% だったっけ、ね、10% でいきなり引けるんでしょうかマグはね。だから最後のね10連目に確率が高い、スカウトがありますので、そちら5回来ますので、ちょっとねその辺マグはね引けるかどうかですよね。全部引かないっていうのは前にやったことがあるんでね、確かね。
あまり好ましいことではないですけれどもね。でもね、全部引くってのはやってみたいですよね。ちょっとね、やっていただきたいですね。一番の難関はこの最初の 10% だと思うんでね。ぜひこの 10% で引いていただきたい。飴色。ああ、出ませんね。いきなり最初の10連で出てきていただいてもいいんですけれども。ワトキンス。さあ、そろそろ。おお、来たぞ。はい、来ました。ファイティングタックル。世界屈指のセンターバック。はい、5突確定。はい、というわけで、どっちかな、チアゴシウバかな、マルキニオスかな、どっちかな、どっちでもいいよ。どっちでもいいよ。チアゴシウバーということで、チアゴシウバ5突確定。はい、ありがとう。あ、まだ10連目ではなかったんですね。通常引きでございました。ありがとうございました。さあ、10% も引いていただいたらかっこいい。ここかな？あ、残念でしたね。10% は引かない男。というわけで、コンプは無理でした。はい、というわけで、最初の10連でいきなりチアゴシウバゲットでございます。見づらいな。星4となんか混ざるな。いやちょっと混ざっちゃってね、あれですけれどもね。いや、いいですね。いいの引きましたね。身体能力が高く、特に俊敏性に優れているディフェンダー。鋭い判断力で最善の選択をするプレーが特徴だそうですよ、本当に。ただ AB なんだよね。そこがね、ちょっとね、尺に触りますけれども、まあいいでしょう。過去に引いたチアゴシウバと比べてどっちの方が上かね、ちょっとそれで検討しちゃってもいいのかな。こっちの方が上だと思うけどね。はい、じゃあ20連目いきたいと思います。ここはあの付加価値な、あ、付加価値じゃない、いや、ボーナスはなしと、通常引きになります。来たんじゃないですか、これ。あ、違うじゃないの、ゴレアドールでびっくりしちゃったよ、もうこっちもさ。ゴレアドールなんてあったっけ今回。はい、ありがとう。どうも、順調。ラン&フィード。フェーガーディライタ。なんだかわかりませんけれども。なんだかわかりませんけれども。ダニアウベスということで、ダニアウベスは別に、ですね。ご突はできませんね。18歳でプロ契約し、38歳を超えて、なお現役でプレーを続けるディフェンダー。独特なパス、リズムのドリブルで容易に相手の逆をつき、精度の高いパスで決定機を作り出すことができる選手である。攻撃が魅力ではあるものの、守備力も高く、体を入れてボールを出してすることが得意。というわけで、連続。今、ダニー・アブス引いて次です。OMF は、ロナウジーニョの方でお願いします。パケタは別にいいです。カモン、ロナウジーニョ。ロナウジーニョ。よし、母体確保。はい、というわけでこれで、ロナウジーニョ、ペレ、ダブルドリー確定。いや、もうすごいじゃないの今回の引きは。並ぶものがないとさえ言われた圧倒的な技術を武器に活躍したアタッカー。特にドリブルに関しては抜きんでており、巧みなフェイントで敵を抜き去るね、あの有名な技がありましたよね。エラシコでしたっけがね。遊びを取り入れたプレーで相手を翻弄する姿は相手チームのサポーターをも魅了してしまう。魅了されました。ただね、これトップ下のポジションなんで、どっちかというとブラジル代表ですよね。バルサの時はね、トップ下はほぼ出てことないですからね。ブラジル代表の時はね、トップ下ってこともあったんでね。いや、ありがとうございます。いいのが出ました。じゃあまずね、ちょっとね、落ち着こうよ。ね。まず一番最初に引いたのがね、まずチアゴシウバだったんでね、ちょっとチアゴシウバに対してのちょっとね、エピソード、ちょっと喋っていこうかなと思いますけれども、まあ、エピソードというか、今の現状の方がいいかな。で今、チェルシーでプレーしているんですが、やっぱりチェルシーではね、ちょっとメンバーを変更していきたいということで、ね、クリステンセンをね、ちょっと重用していきたいんだろうなっていうのは分かるんですけれどもね。だからね、チアゴシウバは結構ベンチを温めてることの方が多いかもしれません。ただ出た時はやっぱりイブシギンのね、守備力を発揮してますよね、やっぱりね。アーセナル戦でもね、ガツンとやられましたからね、エンケティアがね。あれはね、やっぱり
あのクリステンセンビビっちゃってたからね、あのパスミスからの失点をしちゃったからね、クリステンセンはねビビっちゃって前半ねボロボロだったんですけれども、もう後半頭からねチアゴシルバに変えたらね引き締まりましたから、やっぱそういうところはねさすがベテランって感じがしましたけども。で現在、ブラジル代表の方でも、おい鎮圧、これまたかな、またチアゴシルバじゃないこれ、いやマルキーニョスでいいよねえ、来ましたねもうね、いやあのマルキーニョスがいいな、チアゴシルバだよねやっぱりね、マルキーニョスが良かったな、まあ、チアゴシルバの話をしてたらチアゴシルバが来ましたっていうことでね、はい、というわけでありがとう。え、10連で3体まさか、うわーい、これはいい、いやこの映像をちょっとずっと眺めていたいね、いいね、10連で3体来ましたよ、お見事ね、この調子でガンガンいきましょう。そして今度は最後の 10連目で 30% になります。ここは引きましょうよ、 30%。 はい、というわけで、チアゴシルバ今ね、あのセレソンでも、レギュラーではあるんですが、ちょっと最近ね、あのレアルマドリードにいるミリトンね、彼をねちょっとやっぱりそろそろレギュラーにしとかんとやばいんちゃうかっていうことで、若干ねセレソンでもね出番が今ねちょっとないんですよね。でも毎回必ず選ばれてはいるんでベンチにいたりはするんですが、やっぱりねあのそろそろいかんだろうと、チアゴシウバがレギュラーを張ってるようではそろそろまずいからね、ちょっと次のセンターバック育てたいんですっていう感じはちょっと見えてますね。でその次のセンターバック、まあ、候補的にはアーセナルのねガブリエル・マガリアンイスもねちょっとねあの候補に上がってきてますね。ベンチにもご来で入ってましたしね、なかなかねいい傾向なんじゃないでしょうか。でそれがねちょっと悪い感じになってね、ちょっとガブリエルが狙われているというアーセナルファンとしてはやきもきしておりますけれども、はい、というわけで以上チアゴシューバのお話でした。ここら辺で切っておかないとまたチアゴシューバ来ちゃうからね、危ないから。おい、来たアザズカナリアね、はい、というわけで世界屈指の実力を持つ左サイドバックが来ました、アレックス・サンドロいただきました、バンディエラでございます。これはもうベンチにずっと置いといてあげる、使わないのかよ的確な状況判断とスピードで広い範囲をケアすることができるディフェンダー、ハードワークが特徴で攻撃に守備にとピッチ上を駆け抜ける、キックの精度も高く低くて速いアーリークロスでゴールを演出するということで、いやいやセンターバックもできるんですね、アレックス・サンドロゲット、ありがとう。じゃあ次はちょうど今来たからアレックス・サンドロの話でもしますかね。えいやいや、ちょっとこれは今回いいじゃないですかね、この調子で。ペレもサクッと、お、これも来たんじゃないですか、こう、とっ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 と、ゴールベナラーで左ウィングはもう、あれこれ、今回3巨頭全部引いちゃったんじゃないですかこれ。ネイマールさんでしょこれ。ね、いや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 、参っちゃったね、これは今回。たまらんね。ネイマールー、いや、やば。今回やば。世界最高のドリブラーと呼び声の高いブラジル代表のフォワード、驚異的ともいえる足元のテクニックはドリブル、パス精度、シュート精度の全てが一級品、視野が広くアシストもシュートもこなす器用さも持ち合わせる、サイドライン際での1対1はまさに独壇場で複数に囲まれてもスルリとかわしてしまう、よく転びますとは書いてないんだね、まあ、それは別に構わないとして、どうしよう、旧ネイマールっていらないもん、場合によっちゃ9ネイマール足してもいいかね。ね。足しちゃうかもしれない。だって使ってないんだよ。あの、マグがサカツクで唯一課金した9ネイマール。使ってないのよ、もう全然。ロナウジーニを引いてからね、一回も使ってないんだよね。足しちゃうか。ね。ベンチウォーマーならぬ、控えウォーマーになっちゃってるからね、今ね。走行ウォーマーって言った方がいいか？ね、いやいや、でこれまだだった。ああ、特別獲得枠では何にも引かないの。ここでネイマールのがかっこよかったんじゃないかな。また今回も特別獲得枠引かない人になってるよ、俺。はい、というわけでありがとうございました。これも10連で2体ゲット。普通ので2体だったんだね。ありがとうございます。今回は調子がいいよ。
ということでね、ちょっと都市伝説は使わないで一旦カット。これはね、電源切んない方がいい、一気にいった方がいいね。はい、というわけでここまでネイマール、ロナウジーニョ全部弾いております。こっから先弾いた方がいいのはアリソンとマルキーニョスになってまいりました。よろしくお願いします。というわけでじゃあ40連目いきます。まだ40連目なんだね。だいぶ盛り上がっちゃったけど、頼むから盛り下がるのだけはやめてね。こっからね、いいんだよ、この調子でいいんだよ、この調子で、ね、バンバン弾いていただいてね。ね、マグの高らかに笑う姿を、ね、皆さんに、ね、ただただ自慢する動画とさせていただきたいと思いますよ。もう来ちゃうもんだって、ほら。いや、来たゴールキーパー来た。これはすごい、アリソンもごとつ確定だぞ。おい、どうする、もう、最高だね。な、な。はい、というわけで、アリソン・ベッカーもゲット。高いセービングの技術と広い守備範囲を誇るゴールキーパー。抜群の反射神経で至近距離からのシュートも防ぐ。2018-19 シーズンではリーグ戦でその年の最多となる21回のクリーンシートを記録したということで、これは来ました、世界最高のゴールキーパーって言っていいと思います、アリソン・ゲット。どうしちゃったんでしょうかね、マグに何が起きてるんでしょうか。今まで引かなかったツケは必ずやっぱり報われる時が来るんですよ。無料であんだけ来なかったのはそういうことですね。はい、というわけでじゃあね、俺なんだ、何の話してたんだっけまた来たいや、もうね、マグに喋らせないんだ今回のサカツクはね。いやいや、これもマルキーニョスで、もうこれチアゴシルバ自力ごとつってやめてよマルキーニョスでお願いします。揃います、これでごとついけます。でもおおおチアゴシルバそんなに俺大好きだったっけかな。というわけでチアゴシウバまた来ました。どうしちゃったんでしょうかね、そんなにチアゴシウバが好きだったとはね。だから何の話してましたね、なんかいいね、これ喋ろうとするタイミングでさ、次から次へと来てくれるんだからね、たまらんね、これはね、実況楽でいいわはい、じゃあちょっとね、思い出したね、先ほど弾いた、もうだいぶ前になっちゃったかなね、左サイドバックアレックス・サンドロ選手のお話していこうかなと思います。まあ、アレックス・サンドロ選手はね、今ね、レギュラー争い真っただ中でございますね。実はですね、まあ、セレソンの話ね、セレソンの話なんですが、マンチェスター・ユナイテッドにいるアレックス・テジェスっていう選手とがっつり今ね、争ってるところなんですよね。で、若干負けてるかなっていう感じです。ここ最近のセレソンの試合はね、ほとんどアレックス・テジェスになっちゃってて、半年ぐらい前はね、アレックス・サンドロでした。まあ、もしかしたら今アレックス・サンドロが怪我してるとかだったらちょっとわかんないんですが、アレックス・サンドロがね、ちょっと今負けてる状態ですかね。今、テジェスが出ております。はい、というわけでこんな感じ。はい、10連で2体ゲット。いや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 、これはちょっと、やばいですね。はい、というわけで50連目ちょうど半分。50連目は、最後が 50%。マグは2分の1は引くでしょうよ、これは。これは大丈夫よ。ちょっと頼むよ。最後のさ、50% ぐらいはちょっと言っていただかないとさ、困りますよ、さすがに。ね、ちょっとこれはさ、マグにも、その 50% の恩恵は欲しいよね。まあでも 5% でこんだけ引いてんだから。ね。まあ、たまりませんね、今回のはね、本当に。はい、というわけで、じゃあ、今、アレックス、テジェスの話してたかな。ね。もはや、アレックス・サンドロの話ではないっていう、ね。だからね、本大会、ちょっとね、どっちになるか分かんないですね。まあ、左サイドバックは熾烈っていうところでしょうかね。おー、びっくりした。もう一体来てもいいんですよ。はい、というわけで、もう一人。今、サイドバックの話をしたので、じゃあ、このまま続けて、ダニー・アウベスの話もいきましょうかね。まあ、もう正直言って、晩年を迎えて、ね、ちょっと俺はバルセロナを救いたい。ね、もう、ただただ、その、魂に、もう魂の男ですよね。だから試合なんか出れなくていいんだと、俺はもうね、バルセロナで、ベンチでも構わないから、ロッカールームで、俺は、頑張るんだと。
もうとにかく今バルセロナのこの暗い雰囲気俺がなんとかするっていう意味で入ったんですよ。ね、出てるやん。がっつり試合出てるやんっていうね。正直ね、普通にバルセロナであれだけ活躍しちゃったんで、セレソン呼ばれるようになりました。そしてセレソンでもやっぱりレギュラーになってます。これはこれでどうなのって気もするんですが、セレソンでもね欠かせないレギュラーになってしまってるので、先ほど書いてあった通り38歳、にもかかわらずワールドカップ、レギュラーだと思います。あ、で引かなかったかなこれ。あー、50%を引かない男。なんというここまであれだけ引いてきて2分の1引かないのかい、ガルダード。ちょっと50%、おい、これ全部引かないパターンか。おい、 50% 引かないのか。ここは引こうよ、ちょっと。はい、というわけで、じゃあ60連目いきたいと思います。これは、パーセントなし。いやいやいや、まさか 50% を引かないんだよ、もうね。ここは引こうよ、50%。まったく。はい、というわけで、以上、ダニ・アウベスのお話でした。まあ、でもね、ちょっと、争っている選手っていうのも、まあ、パッと、思いつかないしね。まあ、ダニーロとかかな。まあでも、パッとしないね、やっぱりね。まあ、ちょっとしょうがないかもしれないですね、それはね。はい、じゃあもう一人行きましょう。もう俺何引いたっけか。で、チアゴシウバばっかり引いていくからさ、ちょっとさ、こっちもさ。アリソン引いたね、そういえばね。じゃあちょっと今回は、アリソンのお話、行きたいと思います。来るかな、来ないね。アリソンはやっぱり今マグもねついうっかり言ってしまいましたけど、世界最高のゴールキーパーって言ってもいいんじゃないんですかって言いましたけどもね、実はですね、世界最高のゴールキーパー、まあついこの間まではまあノイアーがダントツだったので、ノイアーが世界最高のキーパーって言っても過言ではなかったんですが、今はもうアリソンかなと思います。しかしですね、そのアリソンを追う世界最高のゴールキーパーと言っても差し支えない人、これもブラジルなんですよね。そう、実はね、エデルソンもね、世界最高のゴールキーパーって言っていいぐらいのね、今、位置に来てますね。にもかかわらず、ブラジル代表同士なんで、これはね、ちょっとね、かなり嬉しい悲鳴ではあるかもしれないんですけど、ブラジル代表としてはちょっと厳しいですよね。どっちかしか使えないんですからね。だから世界1位、世界2位のキーパーを抱えちゃっているというね。もう、これはね、ちょっと、はい、来ました。ブラジルの鉄壁、マルキーニョスでお願いします。もう、チアゴシウバはいいです。これ、自力ごとつになっちゃう。頼みます。マルキーニョス。マルキーニョス。お願い。マルキーニョスでお願い。チアゴシウバなんだな。チアゴシウバなんだな。違うんだよな。マルキーニョスなんだよ、欲しいのは。ちょっと、まだ出てきますか、あなたは。もう、本当に、美味しいとこ持ってくね。はい、というわけで、またチアゴシウバでした。マルキーニョスはいつ出てくんの。もう、これ、出ないパターンはやめてくれよ。頼むよ、マルキーニョス来てよ。はい、というわけで、80、90、100だから、これはやっていいのか。70連までやって、また一旦カットしたいと思います。今度は 60% ですよ。今度は 60% ですよ。引いてくださいよ。さっきはちょっと 50% 引かないってのはね、ショックでかいよ、やっぱり。お願いしますよ、ちょっと。ね、というわけでね、ちょっとね、アリソンと、まあ、エデルソンに関しては、かなりね、ちょっとプレースタイル、若干違うっちゃ違うんですが、まあ、アリソンに関してはね、とにかく超反応でスーパーセーブ連発。そういうタイプですね。まあ、飛び出しもよし。非常にね、ギリギリまで我慢できるんですよね。すっごい腰低くね。で、両手もね、下に落としながら、こう、前にズガ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 ってきて、もうとにかくシュートコースは開けない。で、最後まで倒れない。キーパーを抜こうとしてもね、ギリギリまで食いついてくるっていう感じなので、とにかくキーパーと1対1、これに関してはアリソンはね、もう右に出る人はいないですよね。で、さらに、まあ、リバプールっていうチームの、まあ、サッカーそのものがね、ちょっとまあ特殊なので、結構ね、ロングキック、まあ、パントキックっていうんですけどもね、あれもね、結構ね、一気にマネとかサラーに持ってったりもするので、今のゴールキーパーは基本的には足元、
11人目のフィールドプレイヤーなんて言われてますけれども、後ろから最終ラインのビルドアップにも関与するっていうのがまあ普通なんですが、関与しつつもロングキックもあるんで、あのもう万能なんですよね。何でもできちゃうっていうのがね、大きいですよね。で逆にエデルソンに関しては結構前飛び出し型、まあスタイル的にはノイアーみたいな感じでガンガン前に飛び出して、パスカットにも関与する。 で足元も上手いので最終ラインのねボール回しにも参加してますよね。そろそろかな、そろそろ 60% かな、お願いします。 60% かも、頼むよ頼むよ、 60% かも、来てよ。あ、まだでした、びっくりしましたね、驚かせましたよ今ね。またね、もう正の字は今書いてないんだね。トムキンス、ちょっと驚かせないでよトムキンス、お願い、なんか普通の音楽。 OK、 サンバドリブル、サンバドリブル、ロナウジーニョかな、これはね。パケタはいらないんだよね、別にね、パケタはいらないんだね、ロナウジーニョの方がいいんだね、ロナウジーニョの方がいいんだね。よいしょい、ロナウジーニョ、ペレの方が良かったかなペレの方が今嬉しいかな。はい、というわけでロナウジーニョすら2体ゲット。こうなってくるとロナウジーニョって、あ、60杯引きましたね。ロナウジーニョは、旧ロナウジーニョは、あれはあれで取っといた方がいいのかな、使うかな。あ、でもテクニコか。あ、やめとこう。あれは取っとかないとダメだね。じゃあ、これはこれで、ご突要因にしたいと思います。はい、というわけで、じゃあまた、ここで一旦カット。今回、都市伝説は使わなくていいね。最後まで一気にいきたいと思います。一旦カット。たまらんね、今回は、本当に。はい、というわけで。なんだかんだペレ引いてないんだね。ペレ引いてないんだよね。まあ、100連でペレ引けるからいっかーなんて思ってるけれども。ペレを引いてないんだよね。これはね、ちょっと、さっと引いて、マルキーニョスも引きたいですよね。あと2体になったわけですから、これどっちかを引いて、これなんなら100連の好きな選手をマルキーニョスに変えてもいいぐらいだからね、ペレ引いてもいいですよ。よろしくお願いしますね。もういいよ、チアゴシューバー。お腹いっぱい。ね、振りかなこれは。ね、はい、じゃあ行きたいと思います。さあ頑張りましょう。はい、というわけで、先ほどはアリソンとエデルソンのお話させていただいた、いただいたわけですけれどもね。ね、でも本当エデルソンがワールドカップ出れないってのはちょっとかわいそうだからね。なんかね、ちょっとね、申し訳ないですよね、こんなね。まあでも今の現状で言うとちょっとアリソンかな。やっぱり自分が監督だったとしてもアリソンかな。まあ理由としては、やっぱり、ブラジルのセンターバック、まあミリトンだろうと、マルキーニョス、そしてチアゴシウバだろうと、あの、最終ラインでのボール回し、まあ今のね、まあ主流ですけどね、キーパーからパントキックはしないで、なるべくこう、ね、ビルドアップしていく。キーパーから、ショートパス、そこから最終ラインで繋いでいくっていうのが、今の主流なんですけれども、ブラジル代表においてはね、ちょっとね、センターバックでそれやるのは怖い。ね、チアゴシューバー、マルキーニョス、ミリトン、この3名でね、ボールを後ろで回して、様子伺う方が怖い。あの、足元はね、テクニックあるっていうイメージはあるんですけど、ブラジルの場合はね、そこで相手のフォワードがね、詰めてきたらね、センターバックですらね、ドリブルでかわそうとかしかねないんで、怖いよね。だからね、なるべくやんない方がいいかなって思うと、エデルソンの良さが1個消えちゃうかなっていう。うん、前にね、パントキックしちゃった方がいいかもしれないですよね。今のセレソンだと、センターフォワードっていうのがね、ちょっと難しいんですよね。やっぱりこう、貯めてほしいってのもあるから、リシャルリソンにしたいってのもあるんでしょうし、だけどやっぱり、ジェズスにしたいってのもあるし、ああ、でも、出ませんでしたね。なんか、出ないのが、なんかびっくりしちゃうよね、逆にね。これだけ引いてきちゃったからね、やっぱりね。出ない10連もありましたね。はい、というわけで、次は90連いきたいと思います。今度は 70%。お願いしますよ。70% はちょっと引いてくださいよ。もう引かないっつうのはダメよ。ねえ、さすがにね。はい、というわけで、じゃあ、引いてないから、喋らない方がいいかなっていう気もしないでもないんですけど、ルーカス・パケタの話しましょうか。
ルーカス・パケタ選手なんですが、実はですね、今、セレソンでレギュラーの座をちょっとゲットしておりますね。正直マグもね、今調べるまで知らなかったんですが普通にトップ下で、まあ、ルーカス・パケタは試合に出ております、セレソンでね。あ、じゃあ俺が知らなかっただけなのかなと思ってちょっとね、5試合ぐらい遡ってみたんですが、今年の1月そして昨年の年末あたりのセレソンを見るとね、コウチーニョなんですね、レギュラーがね。そうそう、忘れてましたよね。ブラジルのセンターはトップ下って言ったらね、コウチーニョですよね。つまりコウチーニョがね、ポジションを奪われてるってことなんですね。ルーカス・パケタの方が今試合に出ている、そういう状況ですよね。まあコウチーニョもね、移籍したからってのもあるんでしょうけど、プレミアリーグでは好調を維持してるんでね、いいんですけど、やっぱりビッグクラブからね、ちょっとね、中堅クラブに落ちちゃうとね、セレソンも出れなくなったりするもんなんでしょうかね、ちょっと分かりませんけれども、コウチーニョも元気いっぱいですよ。で、まあ、それでも今ルーカス・パケタがちょっとセレソンのレギュラーを取りつつある、そういう状況なので、ワールドカップ本大会ね、こちらもレギュラー争いがね、こう熾烈なんで面白いですよね。だからダニー・アウベスのところは全く熾烈じゃないんでねベテラン38歳だけどもう出るでしょうねっていう、ね、日本代表の長友もね、まあ、それぐらいね、やっぱり求心力があればよかったんですけれどもね。極芸師サンバドリブル、うわー、ペレではないな、またロナウジーニョかなこれまあネイマールでも構わんって感じですけれども、いやいやいや、まあでも特別獲得枠引けまして、ありがとうございます。ロナウジーニョも3体ゲット。これアイテムでの五突ありか。あら、ロナウジーニョもあっという間に五突ですね。ウーゴロリス待つ前にどんどん五突が決まっていきますけれども、やばいなこれ、ペレとマルキーニョスの両天秤になっちゃったな。まあペレですけどまあそこはペレですけど、でもマルキーニョス欲しいな。いや、マルキーニョス欲しいな、引いてくんねえかな。はい、というわけでラスト、まあ100年で100連になります。ペレが引いちゃったらマルキーニョス、あの100連で好きな選手はマルキーニョスの方に行きます。もし引かなかったらペレが、好きな選手交代の方に行きます。はい、じゃあラスト10連、ペレのための100連って言ってんだけど、ペレ引かないね、やっぱりね。ペレ引いてほしいな。まあでもね、主要な選手たちはもう引いたんでね、なかなかいいですよね。じゃあ最後、結局全然出ないんで最後になっちゃいましたけど、じゃあマルキーニョスのお話させていただきたいと思います。まあ、マルキーニョスに関しては今もう絶対的センターバックですね。もうブラジル代表も怪我でもない限りは、ワールドカップ本大会そして全試合出てもらわないと困る、もうそれぐらいの今域にいると思います。だからね、逆にあれですよね、レアルとかバルサとかがね、全然触手伸ばさないのはちょっと意外な感じですよね。もうこのままずっとパリサンジェルマンでやっていこうっていうことなんでしょうか、ちょっとわからないですけれども、まあ盤石ですよね。まあ、ブラジル代表でもその座を脅かされることはないんでしょう。アーセナルの、ね、ガブリエルがどんなに頑張っても多分マルキーニョスと誰々っていう風に考えるのが筋かなと思います。だからミリトンも絶対的センターバックではないからね。超回復 OMF、 これこそパケタの方が来ちゃいましたか。パケタですかこれは。まあ使うことはないでしょうけれども、まあ、スターチャレンジで使ってあげようかな。ね、これでまたロナウジーニョだったりして。ね、もうパケタですよね。いや、パケタゲット。はい、というわけで、あと、ペレとマルキーニョスで、これコンプですね。100連でコンプですね。いや、いいね、これ。はい、というわけで、ルーカス・パケタ選手です。遊び心のある華麗なプレーで敵を翻弄するブラジル人らしいミッドフィルダー。相手との間合いを支配することが得意で、寄せられるとかわし、間合いを取られると精度の高いパスを出すなどディフェンスしにくい選手である。守備にも手を抜くことなく、泥臭い献身性も合わせ持っているということでね、まあ、なかなかのトップ下でございます。まあ、今のね、現実的に考えて今のね、選手ですよね、やっぱりね。だから昔で言うブラジルの10番っていう感じはあんまりしないんですよね。OMF というよりかは CMF もできる感じの万能なタイプなんですよね、結構ね。はい、というわけでね、いい選手引きましたね、やっぱりね。だから今回 OMF に入ってるロナウジーニョとかね、過去で言えばカカとかね、まあ、カカもね、ちょっと10番タイプではないですよね、9番タイプなんでね。だからこうなんかね、あの誰だっけ、
忘れちゃった、ジュニーニョパウリスタだっけ、誰だっけね、なんかそこら辺がね確かあの最後の10番って言われたんですよね、ブラジル最後の10番なんでね、誰だっけな、名前忘れちゃった、合ってるかな合ってるか合ってないか忘れちゃったな、まあね、そういう選手もいましたねっていう話。ルーカス・パケタは、まあ、今時の10番タイプの選手ですよね。はい、特別獲得枠、ロングバズーカ。ロングバズーカ？ロングバズーカ？誰だろう？ペレってバズーカだったっけ？特別獲得枠は 100% のやつです。ルーカス・パケタ、ここで2体目。はい、というわけで、マルキーニョス、残念。マルキーニョス取れなかったいやー、コンプできず悔しい。最後の最後でパケタ滑り込み外れって言った選手なんだけどね。はい、というわけで、ボーナスゲットしましょう。ペレ行きましょう。はい、というわけで残念でした。いやー、マルキーニョス引けなかったか。あれだけ来たチアゴシーバのうち1体マルキーニョスだったならくっそはい、というわけでじゃあペレいきます。最後もここはもう迷いません。ペレーペレーですけどね。 あれもう取れたことになってるの、チロリンではないんだね。はい、じゃあちょっとプレゼントの方で見ていきましょうかね。これね、ペレーゼロみたいに言わない。はい、というわけでキングオブサッカー来ました、来ました、ザ・キングペレー。はい、というわけで20世紀を代表するサッカー選手の一人で、サッカーの王様と呼ばれることもあります。国のエースとして世界大会で3度も優勝したほか、あまたの個人賞も受賞している。小柄ながら当たり負けしないフィジカルや他の追随を許さない圧倒的な決定力でゴールを量産し、通算得点は1200点を超えるということで、いや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 、ペレでございます。クラブ情報なし、サントスではありません。はい、というわけで以上、マグのペレのための100連でございましたね。ペレを獲得するのはもう確定ではあったんですが、本当にあれでしたね、ペレ引きませんでしたね最後までね。まあおかげさまでネイマール、ロナウジーニョの方がボンボン来てくれたんで、もう迷わなくて済みましたけれども、こうなってくると本当マルキーニョスも引けばよかったね。非常に残念ではありますが、ここで終わりたいと思います。今回の動画良かったという方は、コメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグロ動画作りの励みになります。よろしくお願いします。というわけで、素敵なゴールデンウィークを迎えられそうです。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。ね、もう楽しいな、サッカー作って。本当、サッカー作るは最高。